甲州公州は、山梨県固有の白ぶどう品種。生食用、またはワイン醸造用として栽培される、県用品種である。甲州ぶどうとも呼ばれる。甲州種の原産地は、ヨーロッパであるとされ、日本での甲州種の発見時期には、甲州市勝沼地域の上岩崎、下も岩崎を発祥とする二つの伝承がある。 一方の説は、文治2年、1186年上、岩崎の雨宮影湯という人物が、毎年3月27日に行われる、石見と祭りに参加するために、村内の山道を歩いていたところ、珍しい鶴草を発見したとする説である。天宮影湯はこの鶴草を家へ持ち帰って植えたところ、5年後に甘い果実がなったという。 もう片方の説は天宮や影湯に遡ること500年余り、奈良時代の王蔵行記がこの地に大禅寺を建立した際に、ぶどうの木を発見したとする説である。これらの種が現在の甲州種であるとされている。ヨーロッパ原産の甲州種がこれほど古くからこの地区にあるのかなど、謎の部分が多い。江戸時代初期の会の医師である長田徳号が現在行われている。 ブドウ棚による栽培法を考案したと言われている。戦国期には日本におけるブドウ栽培を記した宣教師日記があるものの、考古学的には、盆地西部の大使東丹保遺跡から中世の野生種ブドウが出土した事例があるのみである。甲府城下町からは栽培種ブドウが出土しているが、考古学的な栽培種ブドウの移入経緯は解明されていない。文献資料においては、 江戸期にはブドウをはじめ桃、梨、柿、リンゴ、栗、ザクロ、銀蘭、または、クルミの甲州八珍下と呼ばれる、内陸性気候に適応した果樹栽培が行われ、地域産物として定着しており、お牛空、甲州気候などの気候にや、貝の国シドの地種類には勝沼が、ドウの産地であることが記されており、食の図鑑である、本朝食感や、農学者としても知られる。 佐藤信弘らの気候文中でも公衆物産の第一に挙げられている。江戸時代の長者ランキング、日本長者文言帳、天保7年、1836年には、西の前頭に、公衆の大金持ち、大金谷善四郎が武道で財を成したとあるが、日本テレビ、木曜、スペシャルによる調査では、土地などで名前を発見することはできなかった。また、廃人、 松尾芭蕉は、勝沼山子も、ぶどうを食いながらの句を読んでいる。聖徳年間の県知町によれば、栽培地は、八代郡上岩崎、下岩崎、山梨郡勝沼村、岸山村の、ごく限られた地域であったが、江戸など都市部を市場として、ぶどうや加工品が生産され、甲州街道を通じて、二田で、江戸へ搬送された。江戸後期には、栽培地が、 交府近郊に拡大し、明治には、食産工業により、産業化する。ヨーロッパ式の栽培法や、醸造法により、公州ワインの品質を向上させる試みが、続けられている。2004年から始まった、公州ワインプロジェクトでは、フランスの醸造専門家、ルニデュブルデューのシルベにより、2004年に白ワイン、古酒が完成し、日本料理に合うワインとして、 ロバート・パーカーから高い評価を得た。その他にもメルシャン・カツヌマワイナリーの公衆黄色光もパーカーが高く評価されている。2010年6月、日本固有のブドウとして初めて国際ブドウ、ブドウ種機構に品種登録された。これによりワインラベルに個種と記載して EU へ輸出することが可能となった。日本以外では 唯一ドイツのラインガウに導入されている。棒はやや長く、果実は中くらい、藤色、または明るいエビ茶色で、灰色ブドウと呼ばれる色合いである。果流は大きく、酸味にも果実味にも突出した個性がないとされる。花皮がピンク色であるため、花皮から香りの成分を多く抽出しようとすると、特有のえぐみが溶け出す。 エグミやボディの弱さを隠すために甘口に仕立てる生産者が多かった。近年には、甲州種の新たな可能性に挑戦する試みが行われている。2004年のカリフォルニア大学デイビスコーファンデーション、プラントサービス、DPS による分析で、日本に多い米国種ではなく欧州種の後輩品種であることが明らかとなった。さらに種類総合研究所の研究により、甲州は、 欧州種の中でも中国の龍眼などの東洋系欧州種のグループに属し西洋系品種とは違う系統であることも明らかとされている。2013年種類総合研究所により DNA 鑑定の結果ヨーロッパブドウと中国の野生ブドウが交雑したものがさらにヨーロッパブドウと交配した品種である可能性が高いことが発表された。また州は 竜眼の未生ではないかとする説もあったが、実際は東洋系欧州種の中でも竜眼や和田孔よりも野生種に近い品種であることが判明している。江戸時代以前は生殖専用であったが、明治期のワインの醸造技術が伝わると、出荷に向かない果実などを利用した官僚政策が山梨県庁主導で行われ、ワインの醸造が行われるようになった。ほとんどが、 高州種によるものであったが、その後、ワイン用のブドウも栽培されるようになっていった。太平洋戦争後の日本では、生殖用にはデラウェアやコンコードなど、アメリカから導入されたブドウや、新しく改良された巨峰、ピオーネなどの方が人気品種になり、また、ワイン用にもメルロー、カベルネフラン、チャルドネなど、フランス系の品種が多く栽培されるようになってきた。 しかし、何百年も人々に親しまれてきた講習種に愛着を持つ人も他、山梨県を中心に生食用にも販売されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。